過保護の過保護、7月12日水曜夜10時スタートです。ぜひご覧ください。史上最強の箱入り娘は家族のピンチを救えるのか。新水曜ドラマ過保護の過保護、7月12日水曜夜10時スタート。こんなの初めて。正直すごい難しい役なんですよ。でも基本的にはこう読んで何回も何回も読んでいくと優しい役なんですよ。まあかけてる言葉はこう一見こうニュアンスでちょっときついやつなのかなとか、なんかうるさいやつなのかなと思うかもしれないんですけど、まあ割とまともなことを言ってるので、まあ、そこをこう一生懸命なんかこう過保護とこう喋っていくうちになんか教えてあげてるというか、まあ、おせっかいと優しいって割と紙一重だと思うんですけど、なんかそこの狭間みたいな、でも優しいっていうふうにはなんか思われたくないみたいな、まあ、恥ずかしがり屋なのかわからないですけど、そういう部分を出していけたらいいなとは思ってるんですけど、実際こうリハーサルとかでやってみるとやっぱこうすごく受けやすいというか、まあ、本読んでるって加穂子のセリフも読んで感じたのと、やっぱ美月さんがやるのとは全然違うし、よりこう受け止めやすいというかスッと入ってくるというか、やっぱ仕掛けてくれるので、まあ、僕もこう回を重ねていくことに僕から仕掛けるぐらいの風になりたいなと思ってるし、僕がこうしたから美月さんのお芝居変わるとか、それぐらいなればいいですけどね、はい、割とバランスのいい道で育ったのでどっちでもないんですよ。まあ、基本的に家族も仲いいし、でも過保護じゃないし、すごい長男なので可愛がられて育てられたんですよ。親戚にも下に兄弟いるんですけど、兄弟が生まれるまではもしかしたら過保護だったかもしれないです。おろそかには育てられてないです周りがこうそういう風に思い始めてくれるならそこに乗っかりたいなと思うし、でももちろんこの仕事やってたら絶対そうこう乗っていかないとダメなので、そのつもりでやってるので、だからそれに応えないとなっていうことですかね。やってるからには2、3番手、4番手じゃなくて1番手で主役を張れるぐらいになりたいと思ってるので、そこは常に思ってやってますかね。一回この世界に入って一回自分の夢を諦めてもう一回またスタートしてまたこうやってってるので、もうなんか悩んだりして落ち込んでる暇とかはないんで、チャンスが来たらそれをこう自分で掴んで、でそれを見てもらって評価してもらってっていう多分繰り返しだと思うので、こう見てもらった時に僕が出ててすごい役者さんいっぱいいるので、ちゃんとあ竹内涼真が出てるしって、あこのキャラを面白いなって思ってもらえるように、それでこう結果このドラマが面白いなって思ってもらえる一人のこう俳優としてちゃんとすごい人の中でもこうなんていうんだろうな、目立てるように確立できるようにするのが今回まず一番目の目標かなと思います。やっぱりなんだろう、本読みとかしてやっぱりなんか自分のシーンで笑えないんですよ。あでも自信を持って俺がやったシーン面白いなと思えたら、まあ、多分一つの課題をクリアできたし、やっぱまだすごいなと思っちゃってるので周りの役者さんの演技を見て、多分それじゃダメだし、いつ出てくるのかなって思わせるぐらいのなんか毎回毎回毎週毎週期待度を持ってもらえるような演技ができたらいいなとは思いますね。